どうも、ミスター X です。今回ですね、人生激変アンケートということで、6月13日にいただいた、皆さんからの過去最大級のプレゼント企画、トップバズ大学過去最大級のプレゼント企画の時に、1000文字以上のアンケートを書いていただいたんですけども、これをですね、人生激変アンケートっていうことで、勝手にですね、ちょっと捉えさせていただいて、で、ぜひ、ここをスタートにして、人生を激変させていただければなという思いで、少し、お話をさせていただければなと思います。まず、これ第1回目なんですけども、S さんからの1226文字ということで、S さんは、この方は一番最初にいただきました。準備していただいたんでしょうね。準備をして、6月13日に、コピペして送っていただいた。ということで、我々のプレゼントに対する思いが強かった、一番強かったんじゃないかなと。もしかするともっとね、熱い思いを持ってる人もいるかもしれないけど、その中でも行動を、思いを、その行動のスピードに変えられたっていうことでは、この S さんは本当に素敵な人だなというふうに思いました。で、この1226文字なんですけども、これがすべてです。個人情報などはね、すべて、取り除いております。で、この S さんについては、特段個人情報などはなかったかと思いますので、名前も出しておりませんしね、誰がっていうことは特定できないようになっているかと思いますので、S さん、ご心配なきようというところで、よろしくお願いいたします。もうこんなにたくさんのね、思いの詰まったアンケート、人生を激変させるためのアンケートを書いていただきまして、ありがとうございます。で、そしたらですね、これを要点にまとめましたので、お話をさせていただければなと思います。少しお時間いただきたいと思います。よろしくお願いします。人生、S さんからいただいた人生激変アンケート、1番ですけれども、サラリーマン生活の我慢の結果、人間不信、そして鬱になったと。いうことで、本当に頑張られてたんですね。本当に家族のために、そして自分のプライドのために、頑張られたんじゃないかな、と思います。自分の誇りのためにね、頑張られたんじゃないかなと思います。素晴らしいことだと思います。やっぱり人間認めてほしいし、人は人から認めてほしいんですよね。人は幸せになるためには人から認めてもらいたいっていうふうに、承認に向かって生きてるわけで、わあ、素敵だねって言われたいし、頑張ってるねって言われたいし、で、そう言われた時は勝手に頑張っちゃうんですよね。でもなかなかサラリーマン同士では認め合うっていうことはほぼないわけで、人の悪口、愚痴ですよね。会社の愚痴、そういったところばかりを、飲み会とかで、行きたくない飲み会に S さんは行かれてたっておっしゃってましたし、本来は自分はそんなこと思ってないのに、それを飲み会でそうだよな、みたいな感じで上司や同僚から半分強要されるような、思いもしてたかと思います。なので私はほとんどもう飲み会には行ってません。行ったとしてももう、一次会でさっと帰る感じですかね。当たり障りない話をしてさっと帰るようにしてます。一次会もね、本来は行きたくないんですけども、最低限のコミュニケーションというのは必要かなというところで、そこまでね、徹底しては、私自身まだできてないところがございますし、今、幸運なことにコロナウイルスが、新型コロナがありますから、あまり飲み会もないので、助かってますね。で、2番。過去 S さんは、アフィリエイト、転売。っていうふうな形で、すごく経歴があられるということで。私たちも、自己アフィリエイトをしましたし、アフィリエイトも一部しましたね。で、そして、転売も、
私は無在庫転売、メルカリの無在庫転売もしましたし、あとは、まあ、非常に安く仕入れて、メルカリや楽まで転売するっていうこともしましたけども、続きませんでした。一緒ですね。やることは大体本当にサラリーマンのね、やることっていうのはそれほど変わらないんですよね、皆さん。うん。で、本当に素敵だと思います。頑張ってる。なんとかしたいって思ってる気持ちがね、伝わってくる感じがしました。で、3番。まあ、奥様にね、今働いていただいて、で、奥様に働いていただいて、そして自分、ご自分は、S さんは、家事、育児をして時間に追われる日々なんです。非常に時間がないんですよ。忙しいんですっていうことをね、正直に書いていただいて、なかなか、思った通りの行動ができてないんです。そこが悩みなんですっていうこともね、書いていただいていますけども、事実だと思いますね。まあ、その中で何ができるか。何をしていくか。将来のために。半年後のために。まあ、1ヶ月後のために。そして3ヶ月後、半年、1年後の自分のため、家族のため。まあ、子供さんもね、いらっしゃるのかな。まあ、奥さん、子供さんもいらっしゃいますよね。育児されてますから。奥様のため、お子様のために何ができるか、だと思います。で、4番、生活に余裕ができたら奥様に恩返しがしたいということで、本当にね、S さんは優しい方だなと思いますし、私が本当に今、まあ私のことで恐縮なんですけれども、昼間の仕事の給料はすべて、まあボーナスもすべてね、含めて家計に入れる。そしてそれ以外のところで、自分の活動費だったり、ビジネスの活動費だったり、いうところは自分で稼ぐ。そして自分で、自分のことは自分でやっていく。っていうことを、していきたいと思ってますし、さらにビジネスで作ったお金をね、さらに家計に入れて、自分の子供、奥さんに、恩返しというか、幸せに、今よりも幸せになるために、のお金として使っていきたいなと。いうふうに、本当に思いますね。まあ、それを実際に達成されている方と、まあ、今年2月末に福岡でお会いして、本当に楽しそうにやられていて、よし、絶対にやるぞっていう思いをね、持ったことを今、もう一度ここで思い出させていただいた S さんに感謝しております。ありがとうございます。で、5番ですけれども、トップバス大学講師のようなビジネスの仲間を見つけて、まあ、ちょっと間違えてますね。仲間を見つけてですね。で、一緒にやってみたいと。ビジネスを、まあ、気の合う仲間と、やりたいことを気の合う仲間とやりたいっていうふうに、ご記入いただいておりました。で、そんな中、やっぱり、S さんの心の中で、引っかかっているのが、実績を出してないんですっていうことをよくアンケートの中で2回ぐらいですかね、書かれていました。実績を出してないから周りになかなか振り向いてくれない、認めてくれないんですっていうのがね、やっぱり心の奥底での不満、不安、悩みなんじゃないかなって思いました。なので、やっぱり一番最初にお伝えしましたけども、人っていうのは誰かに認めてほしい。頑張ってるね。素敵ですね。いつもあなたがいるから助かってますよ。とかっていうことを言ってくれる仲間がいるだけでね、本当に自分は勝手に頑張ってしまう。誰かから言われるんじゃなくて、自分で頑張ってしまう。そして自分の人生が輝いていく。っていうふうに私は、学びですね。そして、そうだなと。自分が納得し、腹落ちして、心の底から納得して、まあ、塾生の方々がやってることっていうのは、まず、いいね、認める。どんなことであろうが、認める。そして、その中でも改善した方がいいなって思うことは、ご提案させていただく。やってることについては、本
当に素敵なことなんですよっていうことを伝えていきたいですし、あなたは人より頑張ってる。普通のね、まあ一番でのサラリーマンだけのね、生活をしている人と比べれば、全然違う視座というか、視野というか、考え方を持たれていて、もう本当にそれだけでも素敵なんですよっていうことを、やっぱり、塾生の方、予宿アカデミア生の方、ザ・ティームの方、救済プロジェクト X の方、さらにはトップバズ塾ビッグデータバンクサロンの方々、コロナキャンペーンの方々も含めてですね、そういう考え方っていうのをお話ししていきたいと思ってますし、まずは認めるっていうことを、まあ、チーム予宿、まあ、チームトップバズ大学ですね、トップバズ大学講師はやっていく。これを、心のセンターに置いて、心のセンターピンで置いて、センターにしてやっていきたいと思ってます。はい。それでは最後、7番ですけれども、この S さんですが、2020年を飛躍の年にしたいということでお話ししていただいてます。飛躍の年に絶対になります。今回プレゼント、初心者の方が100万円稼ぐテンプレート、そして初心者の方が100万円稼ぐための本当の考え方。これを我々もできました。我々もできた。だから、普通のサラリーマン、凡人です。全然何もできてなかった。だけど、やったらできた。ただ、それだけなんですね。究極は、やるか、やらないか、だけです。ぜひね、S さんの2020年が、飛躍の年になるように、我々も、まあ、今回のプレゼントを足がかりにこういった素晴らしい関係性を持たせて、ご縁をね、いただきましたので、どうぞ今後とも、トップバズ大学のことをよろしくお願い申し上げます。はい。それでは本当に今回はですね、貴重な時間を S さんにいただきまして、1226文字書いていただいたことに感謝をしながら、人生激変アンケートへの、お話終わりたいと思います。それでは最後までご覧いただきまして、本当にありがとうございます。